見せていた。ドライバーは優勝経験もあるボビー・レイホールと新鋭のマイク・グロフ。しかし予選に入ると思うようにタイムが上がらない。レイホール、グロフともホンダエンジンでの予選通過はならなかった。ホンダの初挑戦にして早くも迎えた試練だった。昨年の汚名を晴らすべく満を持して迎えた今年のインディ500。ドライバーはブラジル人のルーキーアンドレ・リベイロをシーズン当初から起用している。待ちに待った予選のスタート、リベイロは積極的な走りを見せる。リベイロは 226.95 マイルをマーク、予選突破を確実にした。チームメイトを拍手で送り出すリベイロ。インディ500スポット参戦となったベテランカナダ人ドライバースコット・グッドイヤーは予想以上の走りを見せた。なんと予選3位のタイムでフロントローを獲得するという快挙を果たしたのである。I'm very, very happy. I mean, I've only been with this team for a space of just over a week, and the Tasman team has done a great job. I've got some new things for me. I've never driven this Reynard chassis. It's working very well. The Honda power plant is excellent. I'm very, very pleased with that. And working with the engineers is first class. It's a great group to work for.こちら33台フルグリッド最前列におります、今年レポーターをいたします桃田です。ここに大変お忙しいところ、ホンダインディカープロジェクト浅香プロジェクトリーダーにお越しいただきました。よろしくお願いします。こんにちは、おはようございます。このような最前列、昨年と比べるとだいぶ違うと思いますが、どのような お気持ちでしょうか。まあ、昨年と比べれば全く違う気持ちであります。で、正直言って今年は我々はこのインディの500を雪辱戦と考えておりまして、この世界最大のレースに焦点を向けてですね、開発を進めてきました。で、そのおかげでですね、クオリファイではフロントローを獲得できました。これをベースにしてね、これから今日のレースを戦うわけですけども、このいい結果を もたらした原因というのはやっぱりチームワークだろうと思うんですね。で、日本の人たちも一生懸命やってくれました、はい、日本の協力メーカーさんも一生懸命やってくれました、はい、こっちにいる人たちも一生懸命働いてくれました、はい、それからアメリカ人と日本人が一生懸命やりました、はい、ホンダとタスマンも一生懸命やりました、はい、そういうチームワークの良さがですね、こういう結果を生んだんだろうと思います。で、はい、まあ、インディカー、去年からなさってますけども、昔の F1 やられたあの経験はだいぶ生かされていると思いますが、大きな違い、まあ、インディの魅力というのは結局どういうところにあるとお考えですか。そうですね、 F1 は F1 で大変大きい魅力がありまして、はい、我々はそれをまあやってきたわけなんですけど、今度はインディーカーという全く新しい世界のレースということでですね、顕著な気持ちでやり始めております。しかしながら技術的なノウハウっていうのは随分 F1 から持ってきております。したがって我々こんなに早くカムバックできたっていうところはその辺にあるんじゃないかと思います。で、まあ、大きい違いっていう言いますか、一番のインディの魅力っていうのはですね、やっぱりスピードでしょうね。やっぱスペクタクルということですね。スピードと、それからお客さんについて言えば、CSI ナンバーワンのレースであると、カスタマーサティスファクションが一番いいと、まあ、お客さん満足度っていうんですね。わかりました。お忙しいとすみません。はい、どうも、はい、ピットにもお邪魔しますので、よろしくお願いします。以上、桃田でございました。よろしくお願いします。近さん、あさこさんのインタビューだったわけなんですが、寺田さんね、はい、木曜日の最終練習走行、私たちも取材しましたが、ホンダのグッドイヤーがナンバーワンのタイムを叩き出して、第2位がリベイロなんです。これまたホンダマシンなんですね、はいはい、いい音してましたね。さて、そして私たち注目しなければいけないのは、このインディへの道を開いてくれた広松下が今年予選10位、10番グリッド、これは大変なことですよ。素晴らしいね。それではその広松下の予選の VTR をご覧ください。どうぞ。広松下のインディ500マイルへの挑戦は今年で5年目を迎えることになった。昨年のインディ500では自己ベストの14位、今年のシリーズ第2戦で入賞を果たし、練習走行でも好タイムを出していた。予選でもコンスタントな走りを見せ 226.857 マイルをマーク、過去最高の10位で予選を通過した。
そして日本の皆さん、この広松田木曜日の最終練習走行では4番目の速いタイムをこれまた叩き出しているという、今年は絶好調です。その広松田のリポート、そしてインタビューはおなじみのレスムダデバーでもあり女優でもあります岡本香里さんです。どうぞ。はい、岡本香里です。こんにちは。レース前の、この大事な時にですね、ちょっとヒロさんにお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いいたします。ヒロさん、今年はですね10番グリッドという素晴らしいポジションからのスタートなんですけれども、ヒロさんにとってこの満足いく予選ができたんでしょうか。そうですね、正直言って10番っていうのはすごくみんな喜んでくれてるし、あれですけども、もう少しいけると思ったんですけどね、どうしてもここ気候の変化が激しいので、ちょうど私が出た時は気候が暑かったのでね、もう一つだったんですけども。そうですか。でもチームの雰囲気がとってもいいようなんですけれども、今回はどのようなレース展開を考えて、どのぐらいのポジションを狙ってるんでしょうか。その2週間ずっと通して車の調子がすごく安定してたので、な10番というグリッドからスタートできればですね、そう最初の 4,5 周できるだけその前の連中についていって、である程度その全部の車がですね安定した時に自分のその安定したペースで走っていきたいなと思いますけど。そうですか。どのぐらいのポジションを狙っていこうと。車は悪くないのでね、本当にトップ5車さえ持てば十分可能な車だと思いますから。楽しみですね。ヒロさんにとってこのインディっていうのは特別なものがあると思うんですけれども、どんな思いでしょうか。私もこれでインディの出走は4度目なんですけどもね、過去3回全部完走してますから、今回も完走できるかなと期待してるんですけども、ね、やはり一番大きなレースなのでいい成績残したいですね。どうもありがとうございました。みんな期待してると思いますので頑張ってください。ヒロさんでした。ヒロ松下は私のインタビューには表彰台でなります、3位以内を狙いますと言っておりましたが、やはりテレビのマイクロフォンが向きますと謙虚になるでしょう。今年のヒロは期待できます。この映像はアメリカインディアポリスから衛星生中継でお伝えしております。ビヨンドはヨンドのネックがしなくてブラッシング圧をコントロール、だから歯と歯茎を傷つけません。しかも奥歯の周りの狭いところにもしっかり届くよう、ビヨンドはヘッドを卵型にしました。だから磨きやすくて気持ちいい。ではビヨンドです。ビョンビョン。さらに一本一本丁寧に磨きたい人に小さいヘッドのビヨンド新発売、ライオンから。ポテトチップ。あ、福岡に電話しなきゃ。福岡まちごと割引。あ、東京に電話しなきゃ。東京まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の提供です。あ、電話しなきゃ。あ、札幌に電話しなきゃ。札幌まちごと割引。あ、大阪に電話しなきゃ。大阪まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の提供です。あ、電話しなきゃ。 NTT。 解決セイバー。誇り高くセイバー誕生。セイバー、ホンダベルノ店から。カーナンバー54番は2年連続予選好利杯を果たしました日本の松田秀司です。その松田の VTR をご覧いただきましょう。昨年インディ500に初挑戦した松田秀司は初めてとは思える素晴らしい走りを見せた。さあスタートしました。見事なスタートを切りました。松田秀司が
ラストハイを抜くことができるかどうか。そして今ご覧いただいたラストはナイジェル・マンセルが今マツダの後ろを走っておりますね。最高で7位まで順位を上げたマツダだったが、91周目で悪夢のようなスピン、そのまま無念のリタイアとなってしまった。車はすごい調子良かったんですけどね、ごめんなさいね。しかしインディ500に夢をかけるマツダは今年も参戦。直前のコース入りで練習不足が心配されたが、昨年の活躍がブロックでないことをマツダは証明してみせた。7.818 マイルをマークし、マツダは21位で予選をクリア。昨年の雪辱にかける。33台中7番目の予選タイムというのは大変高く評価ができます。それでは岡本さん、マツダさんのインタビューできますか。はい、レース前なんですがとってもリラックスした表情の、松田さんにお話を伺います。松田さんにとってはですね、2度目のこのインディ挑戦ということなんですけれども、こうやって40万人の、観客の前にこうやってスターティンググリッドに車をつけられるということはどんな思いでしょうか。やっぱりね、もう2度目でもうちょっと落ち着くかなと思ったんですけどね、内心は結構やっぱ緊張してますね。そうですか。7列目からのスタートということなんですけれども、予選はいかがだったんですか。予選はね、もう短い間で、すごくいい形のあれができたん でセッティングもすごくうまくいって、ポジションはねこの位置ですけど、タイム的には7番目のタイムが記録できて、自分では満足してます、ね、そうですか。今日のですね、レース展開目標はどの辺を狙っていくんでしょうか。ね、周りに例えばボビーレイホールとかね、ダニーサリバンとかもうベテランがいっぱいいるんでね、まずとにかくスタートではちょっと様子見ようかなと。ただ雨が来るかもしれないんで、天気見ながらちょっとそれと相談しながら考えながら走ろうかなと思ってます。なるほど。最後にですね、日本の皆さん期待してると思うんで、ファンの皆さんに一言。頑張ります。応援してください。という松田さんの表情でした。はい、広松下10番グリッド、松田秀志20番グリッド。寺田さん、はい、本当に信じられないことですよね。そうですね、よく頑張りましたよね。ご覧のようにグリッド上には33台のマシンがセットアップされまして、ジェントルメンスタートやエンジンスを待っているわけなんです。インディアナポリス、早朝5時くらいまでしょうか、雷を伴ったかなり強い雨が降っておりましたが、現在は薄日が差し、その薄日がご覧のように雲の切れ間から強い日差しに変わろうとしております。明日が戦没者追悼記念日、メモリアルデー、アメリカの初夏はこのメモリアルデーから始まると言われておりますが、やはりインディーには寺田さん、こういう青い空が本当によく似合いますし、そうですね、マシンが映えるんですよね。なんとかこのままお天気持ってもらいたいというか、回復してもらいたいですね。はい、40万人とも45万人とも言われます、このインディアナポリスモータースピードウェイ、世界最高の自動車レース、世界最大の観客を飲み込むビッグイベントでもあるわけです。さあ、大きなスポーツイベントには欠かすことのできないアメリカの国家の独唱が間もなく始まろうというところなんですが、このインディーのお客さんの数というのは実際には50万人集まっているというような方もいらっしゃいます。つまりそれくらい発表できないくらいに、数え切れないくらいのお客さんが入っちゃうんですね。数え切れないでしょう、こんなに入ったら。従いまして毎年のニュースなんですが、税務署は飛行機を使いまして航空写真を作って、それで50万人入ってるじゃないか、税金が少ないぞと、らしいですね。あるらしいですもんね。さて、今年は本当に国際色も豊かになりました。インディ500マイルレースのドライバーなんですが、ブラジル人が5人、カナダ人ドライバーが3人、メキシコ、イタリア、日本が2人ずつ、ベルギー、スウェーデン、チリ、オランダが1人、つまり18人がアメリカのドライバー以外ということになります。これまた大変インターナショナルな大きなイベントになりましたね。昔のインディーからだんだんインディーが様変わりしてきていると、はい、出てるドライバーの年もだんだん若くなってきてますしね。若くなりました、若手ドライバーの台頭ということは大変大きなニュースでもありまして、例えばこれまで第1戦から第5戦までのポイント3位にグージェルミンがおります、はい、ルーキーです、はい、それからビルニューブが第2位のポイントですよね、はい、さらには今年はクリスチャン・フィッツパルディ、あのエマーソンの甥っ子、アレッサンドロ・ザンパルディ、さらにはエイドリアン・フェルナンデス、こういう若手ドライバーも注目ですね。そうですね、だんだんインディが様変わりしてきたというところでしょうね。それと私が注目しなければいけないと思うのは、
この17戦あります第5戦、これまでの5戦全て優勝者が異なっているんですね。そうですよね、インディ500マイルレースは17戦のシリーズのうちの横綱格の大変ビッグなイベントです。場内のお客さんが大変静かになりました。そしてお客さんが一斉に帽子を取って立ち上がっています。Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the初夏の日差しがグリッドいっぱいに照りつけ始めました。そして上空にはこれは B17、 そして左右に4機のマスタングでしょう。もうちょうどリーダーポールを背景に綺麗な青空が広がって B17 とマスタング、そして25番は日本機体のヒロ松下。今年はシャーシーも戦争が激しくなりましたね。すごいですね、ローラが18台、レナード15台、そしてエンジン戦争も加熱で、これは松田秀志のマシンですが、
フォードコスワースが23台、メナード3台、ホンダが2台、ホンダはインディ V8 です。メルセデス・ベンツが5台です。タイヤはグッドイヤーが26、そしてファイヤーストーンが8台のマシンがつけております。スポーツのイベントの場合は実況はいりませんね。自分も見てらっしゃる方はすごいですよね。ちょうどホームストレートの上を今マスタング B17 が通過しているところです。去年までの F16 は寺田さん、あまりにも速すぎてコンバナッペの世界で全然楽しむゆとりすらありませんでしたけどね。綺麗ですね。そしてプロペラの飛行機というのも懐かしいですね。そうですね。古いテクノロジーと地面を走る最新のテクノロジーの勝負ですよ。うまいこと言いますね。本当にその通りですね。まさにこの飛行機のスピードとあんまり変わらないんじゃないかと思います。今年の予選通過の33台は平均スピードが363キロ、去年よりも6キロ速いスピードです。これはマスタング。私たちがよく乗るジェット旅客機、これの離陸速度がだいたい260キロなんです。そんなものです。今年の平均スピードが363キロで、去年の実況の最中にお伝えしましたエマーソン・フィッツパルディは電子計測によりますと最高瞬間で時速394キロを走って、私実況したのを思い出しました、早くなりましたね。早くなりました、さてタイヤ戦争です。日本のブリソン参加のファイヤーストーンが21年ぶりにこのインディーに戻ってきましたね。いいことですよ。今年はタイムが上がっているのもこのタイヤの影響が非常に大きいんじゃないか、大きいですね、こういうことが言われております、はい、お互いにこうコンペティションするようになりますと、どんどん速くなっていきますからね。そうですね、これがファイヤーストーンのタイヤです。ファイヤーストーンは確かホークスですね、ファイアーストーン、ファイアーホーク、そしてグッドイヤーはイーグルでしたっけ。はい、イーグルです。わしですね。まさにこのわしとタカのタイヤ戦争は今年はどういう結果になるんでしょうか。そういえばシリーズのポイントトップのスコット・プロエットはファイアーストーンのタイヤを履いているわけです。さあ、まもなくインディアナ州の州歌のバックホームアゲンインインディアナの独唱です。ふるさとのインディアナに再び戻ってきました。大カエデの並木を抜けてキャンドルライトがまだ明るく灯されているのが見えるような気がします。昔よく歩き回った畑に新しく刈られた干し草の通りが風で送られてきます。ふるさとの川のムーンライトを思うとインディアナの家を懐かしく風船が一斉に初夏の空に舞い上がっていきます。長い歴史と伝統を誇ります世界最高の自動車レース、インディ500マイルレース。今年もまた素晴らしいドライバーが出走しています。さあ、同じアナウンス、ミセス・パルマン夫人のあのアナウンスです。And the 50th race for the Holland George family. That moment has arrived to give those famous words is Chairman Emeritus of the Indianapolis Motor Speedway Board, Mrs. Mary Frederick Holland. Ladies and gentlemen, start your engines! ただ一人女性ドライバー、リンセント・ジェームスのためにも、レディージェントルマンというアナウンスがありまして、さあ33台のマシーンに一斉に点火されました。この瞬間轟音が響き渡ります。
さあ、日本の皆様に簡単にこのインディ500をガイドしましょう。さん、まず17戦中の6戦目ですね、はい、このインディ500マイルレースは世界最高の自動車レース、インディカーシーズンの中でも飛び抜けた存在です。1周およそ4キロのコースを200周しますと500マイル、800キロでインディ500と申します。エンジンは 2650cc のシングルターボのレース用のエンジンか、あるいは量産なら 3430cc 以下で、馬力はおよそ800から、ビュークなんか1000馬力って言ってるじゃないですか。1000馬力と言われてますけどね。軽自動車に大体皆さん 2000cc のエンジンが7つ乗った状態だとお考えください。マツダのクローズアップです。で、燃料はメタノールなんです。リッター大体760メートルしか走って、そうですね、つまり水道の蛇口をザーッと開けてメタノール燃料を流しながら走っていると、そのようにお考えください、ね、このヒロのマシーンもマツダのマシーンも満タンで151リッターです。あなたの車は何リッター入るでしょうか。最高時速は去年のレース中のエマーソン・フィッツパトリックで394キロ。インディーカーはだいたいあなたが一歩歩いているときに50メートルドーンと行っちゃいます。つまり一歩二歩という状況でもう100メートル走ってしまう、そういう速さです。そうか、仮に寺田さん、何か日本の皆様にご説明しなければいけないことってありますか。いや、特にはないんですが、やっぱり今年はシャシーの熟成がすごく良くなってますね。てかそれでいいですね。33台のマシンがまさに荘厳といったような雰囲気のもと動き始めました。スコット・ブレイトン、ポールシッターです。それでは全33台のマシン、シャーシー、エンジン、これをご紹介しましょう。フロントロー第1です。最多の14回目の出場で初のポールシッター、スコット・ブレイトン。センターが1990年シボレエンジンで3番グリッドから初優勝のアーリー・ラインダイク。24番はホンダユーザー、ハイスピードオーバーの速さはトップレベルのスコット・グッドイヤー。セカンドローマイク・ランドレッティはアメリカンレースの申し子です。そしてジャック・ビルヌーブは今年の開幕戦でシリーズ初優勝でした。第3列ロビー・ゴードン、その素晴らしい才能にロビー・ゴードン・フラッシュのニックネームがありまして、アメリカの人気の的です。スコット・プロエットはファイアーストンユーザー、現在インディーカーシリーズのポイントナンバーワン。ヒロ・松下第4列です。自己最高の10番グリッドからの出走です。アンドレ・リベイロはホンダのマシーンでブラジルのドライバーといいますと、あのセナを思い出します。ロベルト・ゲレロは92年のインディ500マイルレース、歴代最速のポールシッターでした。テオ・ハビはメカニックにもすこぶる評判のいいイタリア人のベテランドライバーです。第6列ポール・トレーシー注目です。そしてアレッサンドル・ザンプドリはルーキーです。第7列スタートが抜群に上手いジュート・フェランにご注目ください。カーナンバーは8番松田秀志、去年の14番グリッドから初出場、一時は7位まで順位を上げました注目株です。ボビー・レイホールは86年のインディーチャンピオンです。第8列エリゼオ・サラザー、90年のルマン、24時間のポールシッター。第9列です、才能あふれるメキシコ人ドライバーエイドリアン・フェルナンデス注目です。カーナンバーは10番。第10列ヴィンセント・ジェームスはインディー史上2人目の女性ドライバーです。最終の11列をご覧いただきましょう。4番のブライアン・ハーターにご注目ください。実力派チームチップ・ガナシーに迎えられましたことが彼のポテンシャルの高さを証明しています。ニックネームはハイスピード・ハーター。以上33台のマシンドライバーをご紹介しました。さてバディアがエンジンがちょっとスタートしませんで最後にスタートしましたが、それ以外は綺麗にパレードラックに出ていきましたね。出ていきましたね、はい、出ていった時すごい拍手だったんですよ。2周のパレードラックに続きまして1周のペースラックでスタートということになります。これは皆さんインディアナポリス名物の1キロの直線です。この1キロの直線に2階建てのスタンドがザーッと並んでいる光景、これは圧倒されます。そして戻ってまいりました33台のマシンです。今年のペースカーはシボレーですね、はい、スティングレーでしょ。はい、スティングレーです。日本語でエイという意味があるスティングレーがペースカーです。満員の観衆から一斉に拍手が起こり始めています。スコット・ブレイトンが行きます。アーリー・ラインダイクが行きます。マイケルが行きます。ビルヌーブが行きます。ロビー・ゴードン、トゥルエットが行きます。アンドレ・リベールも行きます。ヒロ・松下も行きます。 SG 走行でタイヤをオンアップしながらの走行なんですが、これでも寺田さん200キロ近いスピードで行ってますね。ですね、えー、ですね、
今ちょうどあのストレートが映った時にそれぞれみんなあのピットサインの場所を再確認してましたでしょ。なるほどなるほど。そんなに並んでピットサインが出ることってレースの時しかないわけですから、はい、それで自分のサインボードの位置をもう一回確認するんですね。ホンダエンジンのピットを開催でいます。ホンダのユーザーはナンバー24番のグッドイヤー、31番のアンドレ・リベイロです。これはバックストレートです。右側がゴルフ場、このゴルフ場で去年あの日本の青木功がシニアのトーナメントで優勝を飾っています。ロビーゴードン一番右側です。アメリカの若手の中ではポール・トレーシーに並んで大変な人気があります。33台のマシーンが今バックストレートから第3ターンに回ろうというところです。1台ピットに入っていきます。誰が入っていくんでしょうか。これはロビーゴードンが入っていきますね。アメリカ機体のロビーゴードンが何かエンジンの調子が悪いんでしょう。こういう時のドライバーはたまんないでしょうね。もうたまんないですよ、ね、本当にたまんないですねこういう時は。ロビーゴードンは今年のインディーカーシリーズ優勝を1回飾っております。スター候補生がついにシリーズ初勝利を飾りました。あれは第3戦のフェニックス、残り6周でエモがピットインしました。その間にロビーゴードンは特に伸びてそのままチェッカーのフラッグを受けたというレーサーです。さあそのロビーゴードンが95年のレイナードのシャーシ、フォードコスラース XP のエンジン、そしてグッドイヤーのタイヤをつけているというパッケージなんですが、そのロビーゴードン、どうやらあの無線の調子が悪くてエンジンではないという情報が ABC アメリカでも当然全国ネットで放送されておりますが、その放送では言っております。今でもあの、まあ、顔が開けてますね。右のフロントがロックしてましたよねブレーキ、ブレーキのバランスがおかしいかもわかりませんね。なるほど、さあパレドラックは2周目に入っておりまして全33台を待つためにもう1周するかもしれませんね。スタートのお客さんもカラフルです。これは第2ターン、テレビをご覧の皆さんはこの今マンションなんです。実はこれこのマンションが映った時に あそこは第2ターンなんだなと一つ覚えておいていただきたいと思います。綺麗なカラーリングです。現在コース上は32台のマシンが走っているということになります。特に今年はフロントロー2台のマシンがメイナードのエンジンを積んでおります。このメイナードが寺田さんやたら速いんですよね。ですね、あのメイナードはあの55インチのブーストで走ってますから、はい、速いですね。ただ持つか持たないかというのがこちらでの話ですよね。そうですね、各社のスピードが上がってまいりました。そしてピットロードにペースカーが吐けまして、さあ79回インディ500マイルです。グリーンフラッグが止めました。グリーンフラッグが止めました。さあアーリーラインダックがいくでしょうか。アーリーラインダックがインサイドからグーッとかけていった。待って取り立てましたがアーリーラインダック、インサイドからアーリーラインダックがグーッとつきまして、その後もう一台のカラーリングのマシンが飛び込んでいきますが、さあスコット・オブライオンとかアーリーバルーター、早くもクラッシュです。クリスチャン・フィッツパーティーのマシン、そしてこれはエディ・チーバーか、あるいはスコット・シャープか、2つのマシンが早くもクラッシュであります。今年またインディ500マイルレースは波乱の幕開けです。スコット・シャープの、あードライバーが、これはスターオックスか、ドライバーの足丸が見えている。これは珍しいことです。コックピットが壊れました。インディのあの頑丈なコックが壊れるというのは、これは誠に珍しい。これはジルノ・フェランでしょうか。うわー、早くも大きなクラッシュが出た。エディ・チーバーのマシーンです。もしかするとあの黄色はただ一人の女性ドライバー、リンセント・ジェームスかもしれません。エディ・チーバーが41番のスコット・シャープのマシーンだったんですが、エディ・チーバーのあの AJ ホイト TA のマシーン、わあジルド・フェランだ。機体のジルド・フェランのマシーンも無残な状態で今走っております。バックストレートを走っておりますのは右のフロントエンタイヤが跳ね上がりました。無残な状況のジルド・フェランがそれでもピットに戻ろうということで、けなげな姿ですね。これはこれはもうこのまま戻ればいいですね。ジルド・フェランです。今年は第1週が本当に危険だなという声は実は地元ではあったんです。そしてスコット・ブレイトンとアーリー・ラインダイクが激しいトップ争いをしました。この第1ターン、まずスコット・ブレイトンが行きました。その後アーリー・ラインダイクの黄色いマシンが行った後、ここで大変なクラッシュがありました。
当然イエローフラッグが振られておりまして、インディ500マイルレースはイエローフラッグが振られた時には全車当然スピードを落としまして抜くことはできません。これはスターフォックスの左側のマシンなんです。いやー、いかがですか。いやー、これは怖いですよね。あのドライバーが無事だったらいいんですけどね、今足をかなり強打してますからね。そうなんです、私も実況で申し上げましたが、この強烈なコックピットがですね、壊れて足が見えてしまうという、これはあのボビーレイホールのオンボードのマシンなんですが、それを見てみましょう。これはボビーレイホール、間違いありません。そのボビーレイホールのマシンからという状況ですね。このオンボードですともう一つはっきりしないので、うわー、これだけタイヤの破片が散らばったり、これは後から行くドライバーも怖いでしょうね。これもこういう時にはね、経験がものを言うんですよね。あ、前の車がどっちに動くかっていうのは一瞬にして読んで、自分が巻き込まれない、逃げなくちゃいけないんですね、はい、当然あのブレーキを踏みながら逃げるわけですけども、リュードフランがまだコックピットには戻ることができません。でここで問題になるのがスタート直後のですね、タービランス、気流の乱れなんですね、これをちょっとご説明していただきたいんですが、日本ではこうスリップストリームって言うんですけど、車の後ろが乱気流になるわけですよね、はい、でそれに入ってしまうと車がアンダーステアが出ていく、ちょうどコーナーの手前なんかってアンダーステアが出ていくんです。アンダーステアとは要するにフロントのタイヤが流れてしまうんです ね、 そうですね。ですから飛び出してしまうんですね、ですから外で行こうとする、外で行くわけですね、はい、だから直線だけだったらいいんですが、コーナーに入っていくときそのタービランスの影響を受けますと、自分の車がバーンと表に飛び出してしまう。そういうことがある。ただみんなドライバーそれ分かってますから、ですからそういう時は一周線中にいるとかですね、はい、そういうことをするんですが、まあ、スタート直後は、まあ、今日これだけ、まあ、路面温度が上がってますから、なんでスピンが起きたかちょっと分からないんですが、最初接触か、単独スピンで巻き込んだかどっちかかも分かりませんね。そうですね、路面温度は、まあ、比較的上がってましたからね、タイヤの温度が低いってことはないと思うんですけども、これは広松下のマシーンです。で今のタービランスをご説明しましょう。タービランスというのは気流の乱れです。つまりモーターボートを海面走りますと大変な波が出ます。その波の後を走る船というのは大波を食うわけなんですが、これはスタンフォックスのマシンです。つまり33台のマシンが一斉に走り出しますと、33台のモーターボートが一斉にきれいな水の上を走り出した。一体皆さんどのくらいの波が起こるか、それだけでもその後を続く気流の乱れに災いされるドライバーの心理がお分かりいただけるのではなかろうかと思います。壊されましたマシーンの修理、さらには整理がまだ続いております。この放送はアメリカインディアナポリスから衛星実況生中継でお伝えしております。スタートを告げます。これは注意を促すサイン、これは追い越し車があることを知らせます。これはピットインせよというサイン、これはストップを命ずるサインです。そしてこれはドライバーピットクルーにマシンコンディションの全てを知らせるものです。そして最後にこの旗を受けることができるんです。センサー、エンジンコントロールモジュール、そしてテレメトリーはデルコエレクトロニクスが提供しています。なんて言えない。素直になれなくて、そんなこと急に言えないよ。やっぱり言えない。電報で素直を送ろう。電報115 NTT。植物物語は毎日使えるトリートメントを作りたいと思いました。髪のことをきちんと考えて、初めてトリートメント成分の
99% 以上を植物原料で作りました。植物物語、毎日使えるトリートメント新発売。ずっと使ってほしいから、植物物語ライオンから。1911年と申しますから明治44年に第1回のこの世界最大の自動車レースインディ500は始まりました。そして85年の長い年月を積み重ねて今年が79回目、世界最高の自動車レースは今年もまた波乱のスタートで、1周目からあった変なクラッシュがありました。で、クラッシュしたマシンをちょっと整理してお伝えしますと、カーナンバー8番のジルド・フェランです。14番のエディ・ジーバー、弟のレオス・ジーバーは日本でもおなじみです。そして22番のカルロス・ゲレロ、はいどうぞ。スタン・フォックスのですねピットのところに来てるんですが、クラッシュしましたね、クラッシュしましたね。それであのスタッフの方にもですねまだ詳しい情報は入っていないということで、かなりピットの中騒然としておりまして、緊張の面持ちです。あなるほどね、皆さんピットの人たちもたまらないでしょうね。石川さん、はい、桃田さんです、はい、こちらのホンダのピットですが、はい、スタートでスコット・グッドイヤーいいとこ出ましたよね、はい、みんな歓喜して喜んだんですが、もうとにかくみんなドキドキですね、クラッシュがあって、ちょうどここにいるのがあの赤いの着てる、彼女がスコット・グッドイヤーの奥さんレスリーさんですが、はい、みんなドキドキして見守ってます。ああそうですか。という波乱の幕開けのインディ500、ピットの方も大変のようです。で、リタイアしたマシンを改めてお伝えしますと、ジルド・フェラン、エディ・チーバー、カルロス・ゲレーロ、そしてリンセント・ジェームス、あの足が見えていたのはどうやらスタン・フォックスのようですね。スタン・フォックスだと思いますね、大事に至らなきゃいいんですがね、ご覧のように周回が重ねられております。かなりあのクラッシュですと、松田さん、あと1週か2週ぐらいは待たなければクリーンにはなりませんね。そうでしょうね、そのままフェースカーでしょう。現在各マシンは4周目をラップしております。現在の順位を申し上げますと、まずトップを走っておりますのがなんとホンダマシンのカーナンバー24番のスコット・グッドイヤーです。そしてカーナンバー40番のかつてのウィナーアーリー・ラインダイクが第2位につけておりまして、第3位はマイケル・アンドレッティ、そしてスコット・ブレイト、マリュー・シオ・グージェルミ、そしてジャック・ビルニュー、このような順位に上位はなっております。この放送はアメリカインディアナポリスから衛星実況生中継でお伝えしております。作戦第1弾、あなたのガソリン代がみるみるお得になる。ガソリン代、昭和シェル史上最強のカード、すごい X、 新 X カード昭和シェルから。いいんじゃない。作戦第1弾、あ、ガソリンがない。満タンにします。昭和シェル史上最強のカード、リッターあたりみるみるお得。新 X カード昭和シェルから。満タンだといくら得なのかな。車の最先端を目指し進化してきたフェラーリのように、カロッツェリアもまた進化を続ける。新しいソフトが新機能を実現する。まもなく右方向です。カーナビゲーションもカーオーディオも新しい道を作り続ける。 Always New カロッツェリア。パイオニア。私たちはスパークで洗います。直接素肌に触れるものを洗うのだから、私たちは植物生まれの洗剤にこだわります。スパークはファーム屋敷から生まれた植物原料の洗剤です。洗い上がりの白さが気持ちいい。あなたも植物の力で洗いませんか。植物生まれのスパーク。排水後成分解されます。ライオンから。誰にも飼いならせない生き方がある。マーボーカントリー。本当にスタート直後のタービランスは危険です。そしていつものように1周目に事故が起こりますね。そうですね、まあ、みんなあのいい
ディション取りたいですから、俺が俺が俺がってみんな出ていくわけですからね、まあ、その中でやっぱりもうちょっとでも当たったらもう飛んじゃいますからフォーミュラーの場合は、はい、まあ、でもあの日本人の2人が巻き込まれなくてよかったですね、まあ日本人のみならず怪我なくてよかった。そんな感じ。はい、どうぞ。スカさん、はい、スターフォックスなんですが、体の方は大丈夫だということですね。そうですか。マシンの方はまあ残念ながらダメなんですけれども、まあ、あの体が良かったから、はい、とりあえずまあスターフォックスは安心という感じなんですけれども、それからですね、ロビーゴードン、5番のロビーゴードンなんですけれども、先ほどからもうすでに3回撤退してます、はい、それであのスロットルの調子がちょっと良くないと、 あとマシンの調子もちょっといまいちかなということです。なるほど、はい、はい、以上です。ジルド・フェランのマシンも必死でピットです作業をして直してまたカムバックしようと、そういうような光景も先ほどちらっとご覧いただきました。これはダニー・サリバンです。かつての1985年のインディー500ウィナーのダニー・サリバンのマシンがナンバーは17番です。これがダニー・サリバンです。さあ今年はですね、日本のファンの皆さんもむしろこのインディ500はエンジンの出力は抑えられているにもかかわらず、なぜ平均スピードがまた今年は5キロも6キロも上がってきたんだ、そういうような疑問をお持ちの方もたくさんいらっしゃるんでしょうけども、これはエンジンですか、それともタイヤですか。いや僕はね、シャシーとタイヤだと思います、ね、シャシーとタイヤ、はい、あのローラにしてもレイナードにしてもですね、まあ、あの去年から今年にかけて冬場を使いましてものすごいあの風洞実験よくやってるんですよ。それですごいそのダウンフォースを発生するようにして、なおかつドラッグが少ないと、そういう風な非常にいいボディを開発してるんですね。それとタイヤですね、もうタイヤでその日本でいうと 1,2 秒はすぐ変わりますから、それぐらいやっぱりあのいろんな、あのタイヤが入ってくるとですね、はい、それだけやっぱりコンペティブになっていきますね、レースが、はい、ロビー・ゴードンが3回目のピットインからピットアウトをしようというところです。まあ、ストレートの伸び、つまり転がりの良さも今年が大変注目されておりますし、コーナーリングのスピードがあれだけあるということはグリップ力がいいわけでしょう、それだけまあダウンフォースもあるわけですね、さあそして今年もあの注目の的はチームペンスキーが27年目で初の決勝進出ならずということがあるわけなんですが、その VTR をちょっとここでご覧いただきましょう。チームの2台がクオリファイして予選通過できなかった、これはもう私たちには信じられませんでした。でメルセデスのエンジンがダメだということで、このアルアンサージュニアは借り物のマシンで登場してきたわけですね、予選を。そうですね、必死だったですよね、2年前になりますか、あのレイホールがどうも予選でタイムが上がらない、ペンスキーのチームのマシンを借りてコーリファイしたことがありましたが、今年はその逆となりまして、レイホールのチームのマシンをペンスキーのチームが借りるというような光景が展開されたわけです。ディフェンディングチャンピオンのアルアンサージュニアがこのようにカナンバー11番 T カー、 T というのはコンテンポラリーカー、つまり暫定カーなんですが、11番はラール・ボーデンのマシンに乗って、あのマルボロカラーのヘルメットをかぶったアルアンサージュニアがインディ500マイルレースを走る、これも異様な光景だったわけなんですが、タイムは上がりませんでした ね、 まあ、こういう風になっていくとどんどん悪い方になっていくんですね。おお、そうですか。で、奥さんも非常に暗い表情で見つめておりました。そしてもう一人、あの大ペテランアランサージュニアと並んで2度のインディ500マイルレース優勝を果たしました、あのブラジルの英雄エマーソン・フィッツパーディーもクオリファイすることができなかったわけです。そしてピットクルーもメカニックたちも寂しそうに引き上げていったのが印象的でした。 What Indy means, you know, when I won the first year, it's hard to put into words, and now it's really hard to put into words what missing the show is about. おなじみエマーソン・フィッパルディですが、なんとなく肩も落ちている感じです。かなりメカニックとも打ち合わせをしつこいくらい繰り返しておりましたがね。これ借り物の車で出るってのは大変なんですよね。あ、松田さんも経験終わりですか。シートもまず合わないしね、はいはい、ということでなかなか大変なんですよね、で一時はこのエマーソン・フィッツパルディは225マイルをマークしたんです。ところが225マイルじゃ抜かれる可能性があるということで、もう一回やり直したんですよね、
でも結局バンパスされてしまいましたね、225マイルということは時速で362キロをマークしても今年はコーリファイできませんでした。まあ、この後ティーンペンスキーのオーナーのロジャーペンスキーが記者会見をしたんですが、 Between myself and Alonso Jr. we should be on the race as driver. Hiro and Matsuda are extremely quick on the grid. Everybody was surprised. They did a very good job in qualifying. I'm sure the racing fans in Japan have to be pulling for the two Japanese. They'll be running very strong in this race. というエマーソン・ピッツパルディ、ロジャーペンスキーは、いや私たちには自信過剰ということが一番の強敵だったと、はっきりと敗北を認めましたね。その通りかも分かりませんね、今のフィッパルディの予選の時の走りなんかでも、やっぱりターン1の飛び込みがですね、やっぱりちょっとやっぱり飛び込めてないですもんね。そうですか、やっぱり車が仕上がってないんですよね。はい、インディ500マイルレースは4032メートルのこのコースを200周しまして、500マイル、800キロになるわけなんですが、まもなくリスタートが切られるのではないでしょうか。このインディカーシリーズのリスタートというのは何度もスタートシーンを見ることができるということで、ファンの注目は大変このリスタートに集まるわけですね。しかし走ってる方は嫌ですよ。あ、そうですか。トップを走ってる方で、イエローになるとすっごい嫌ですよ。あ、なるほどね。追いつかれるんですもん。そういうことですね。その代わりもちろん逆もあるわけですよね、追っかけてる時はイエローになったらすっごい嬉しいですよね。そうですね、まあ、それがチームの勝敗にも影響するわけですが、はい、まあ、これがインディの面白さですよ。そうでしょうね、はい、つまりアメリカのスポーツは何でもそうなんですが、プロフェッショナルスポーツの場合、お客さんを喜ばせることがまず大事なんだ、アメリカホンダの浅香さんもおっしゃっておりましたけど、つまりそういう精神が根本に釣られているから、とにかくお客さんは退屈しません。さあスピードが上がりまして、どうでしょう、ペースカーが履けましたね。これはさあ注目のリースタートのようです。ペースカーが履けました。第79回インディ500、改めてグリーンフラッグが振られます。スコット・ブレイトンが行きます。スコット・ブレイトンが行きます。そしてスコット・グッドイヤーが行きます。さあ現在スコット・ブレイトンが3位、そしてアーリー・ラインダイスがトップに乗り込みました。スコット・グッドイヤーは落ちております。第2位に落ちております。アーリー・ラインダイスがトップになりましたね。今のリスタートでいいスタート切りましたもんね、これはマイケル・アンドレッティのオンボードです。現在マイケル・アンドレッティは第3位を走っております。さあインサイドをついて白いマシンが行きました。ゲレロでしょうか。第3ターンにこれから入ろうというので、これがスコット・グッドイヤー。さあホームストレートにかかります。これはマイケル・アンドレッティです。これから10周目に入ろうというところ、そしてこれが日本のホンダエンジンを継ぎましたカーナンバー24番のスコット・グッドイヤー。スコット・グッドイヤーは現在いい位置につけておりまして、グッドイヤーはこれは何番目になりますか、松田さん。これは今4番目ぐらい走ってるんじゃないですか、はい、3番手ですね。3番手ですね。現在トップはカーナンバー40番のアーリー・ラインダイクですね。そしてマイケル・アンドレッティが第2位まで上がりました。スコット・グッドイヤーは3番に落ちました。これがスコット・グッドイヤーです。寺田さん、スコット・グッドイヤーはやっぱり3番手ですね。今3番手ですね、1位でしょう。そして日本の増田は10位ですね。そして広松下が検討しております。広松下もだん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 順位を上げてまいりまして、広松下が10位までポジションアップ。松田秀志はその後20位前後を走っています。ブルーのマシンがポールシッターのスコット・ブレイトンです。スコット・グッドイヤーが行きます。左側がスコット・グッドイヤー、その右側がスコット・ブレイトンです。スコット・グッドイヤー、赤と黄色のマシンです。第3ターンを駆け抜けていきます。7番は24番のスコット・グッドイヤー、その後ポールシッターのスコット・ブレイトンが追っていきます。ブルーのマシンのカナンバー27番のジャック・ビルドンは第6位です。現在11周目これから12周目を回ろうというところです。トップがカナンバー40番のアーリー・ラインダイク、その後はマイケル・アンドレッティ、スコット・グッドイヤー、さらにはカナンバー60番のスコット・ブレイトンが第4位です。18番のマーリショ・グーゲルビンが寺田さん第5位までポジションアップしてきましたね。彼は事前には非常に調子いいっていうのを言ってましたもんね。はい、黄色いマシン40番がアーリー・ラインダイク、フライング・ダッチマン、空飛ぶオランダ人と言われております。そしてアメリカンレースの回し子マイク・ランドリッティが第2位です。これがマイク・ランドリッティのオンボードカナダです。1キロ
ストレートを爆走中です。今放送席の前を通過しました。マイクランドリッティ、そして大スターの飛び込みです。このハンドリングはいかがですか。いいですね、安定してますよね、はい。そして 200m の短い直線、そして第2ターンを回って今度は第3ターンへの立ち上がりです。これまた一色の直線です。現在トップはカーナンバー40番アーリーラインバイク、95年のローラのシャーシ、ベナードのエンジン、そしてグッドイヤーのタイヤです。もうマイケルは前を捕まえてますよ。あ、そうですか、もう完全に射程圏内入ってますね。シリーズ通算29勝のマイケル・アンドレッティ、お父さんのマリオ・アンドレッティは去年で引退しました。そして第3位につけておりますが、日本のホンダエンジンを追いました右上の車です、スコット・グッドイヤーです。その後ポールシッター赤ナンバー60番のスコット・ブライトンが追いかけていきます。現在トップが赤ナンバー40番のアーリー・ラインダイク、その後は赤ナンバー6番のマイケル・アンドレッティ、24番のスコット・グッドイヤー、60番のスコット・ブレイト、さらには27番の若手ジャック・ビルヌーも上がってきました。これは日本のホンダエンジンを搭載スコット・グッドイヤーです。グッドイヤーはハイスピードのバル強いですからね。強いですね、まあ、今いい位置じゃないでしょうか。今3位をキープしてますよね。そうですね、ですから僕は今ぐらいはこれでいいと思いますよ、はい。でこれから多分マイケルがトップに仕掛けると思うんですね。でさっき石川さんがおっしゃってた要するにタイムランス完全にあるから、あ、追いついた、はい、マイケルが追いつきましたがスリップストリームを使うことはできませんでした。今タイヤの数がオンボードカメラのレンズの前に飛んできたのが分かりましたが、放送局石川さん、はい、桃田さんどうぞ、はい、今トップに立ってもらうアリー・ルエンダイクの、チームメラーノの前にいます、はい。ここでちょっとだけ、アリー・ルエンダイクがどうして速いかという一つにですね、このメラードエンジン、ビュイックエンジンといいまして、ビュイック V6 ストックブロックエンジン 3430cc です。他のホンダ、メルセデス、フォードに比べてですね 2650cc に比べて、それはレーシングブロックを使っているDOHC 4バルブのエンジンに比べて大きな排気量をレギュレーションで与えられています、はい。プラス、カーボンの下級圧も大きく設定していいというのがありまして、その理由が一つ今アリルエンダイク解消の理由ですが、だいぶここにいますと気温が上がってきまして、例年のごとくメナードエンジン、ビッグエンジンの耐久性これから、難があるんではないかと思いますが、どうなのか楽しみです。そのビッグエンジンはマイケルが素晴らしいスピードでパスをしていきました。マイケルがもしかしたら今はスコット・グッドイヤーですね、これが左側はスコット・グッドイヤーもいい位置につけて、マイケルがこれです、マイケルトップ、マイケルがトップに追いました、はい。石川さんね、僕ね多分ねレインダイク40番のメナードのエンジンは、速いけども耐久性ってうんぬんって言われてますね、はい。長丁場ですから、意外とブースター圧を下げて、持たせるっていう作戦出てる可能性があります、ね。なるほど、急に遅くなりましたし、40番のアーリーラインダイク、そして60番のスコット・ブレイト、これがビュイックのエンジンです。速いことは速いんだけども、果たして耐久性はどうかというのがこのメナードエンジンのね、メナードエンジンの弱点、はい。多分ねブースを落としてますよ。そうですか、急にこう遅くなるということはね、もう長丁場考えてるんです。後ろからホンダが追い上げてます、ね、はい。現在17周をラップしております。トップはカーナンバー6番のマイケル・アンドリッティ、その後はご覧のようにアーリー・ラインダイク、スコット・グッドイヤー、スコット・ブレイトン、ジャック・ビルニュー、マウリシオ・グルデルミンと続いております。トップと2位の差が 1.9 秒ですね。それで3位とトップとの差が 2.4 秒、スコット・グッドイヤーは 3.1 秒差とちょっと離されました。これがアーリー・ラインダイクです。現在第2位を走っております。そして第3位を行きます。いくらか黄緑色のカラーリングに見えますが、これがホンダエンジンを搭載、カーナンバー24番のスコット・グッドイヤーです。グッドイヤーは今年34歳、ご覧のアーリー・ラインダイクが今年41歳、そしてトップを行きます32歳のマイケル・アンドレッティです。91年のインディーカーシリーズチャンピオンのマイクル・アンドレッティがまもなく後続のマシンをパスしようというところなんですが、今全車18周の同一ラップです。まあマイケルは逃げますね。あ、そうですか。今これから面白いのは2位、3位です。はい、これがマイクル・アンドレッティです。インディーカーデビューは1983年のことでした。今年のシリーズは開幕戦、それから第2戦を入れて、ポールポジションを取っているんですが、まだ個人の勝利はありません。ポールシッターもシリーズ通算29回もあります。現在ご覧のように317キロ、23キロ、318キロ、これがキロメーター時速です。そしていわゆるタクメーターがその隣です。1万1000回転です。
かり具合をご覧いただいています。はい、インジで使う回転というのは400回転とか500回転しか使えませんからね、使うレンジが、はいはい、ですからその中でぴったし合わせてエンジンを作るのが難しいですね。ラールボーデルのマシン、6速に入ったままです。 G はもうコーナリング中はまあ 3G とか 3.5G ぐらいずっとかかってるわけですから、右上黄色がいっぱいになっておりましたらもうフルスロットルということです。現在トップはカーナンバー6番のマイクランドリッキー、その後はアーリーラインダイクが第2位、日本のホンダエンジン搭載のスコット・グッドイヤーは相変わらず第3位です。そして広松下は現在何位を走っているんでしょうか。広松とは12位までちょっと下がりました。そして松田秀志は現在23位です。日本人2人は満を持しているとそういう状況でしょうか ね, ね, ねいいでしょうね、これから多分またどんどん荒れていくかも分かりませんから、まあ始まったばっかりですから。ジミーバッサー、スコット・プルーエットをご覧いただいています。これは広松下です。現在広松下は12位を走っております。インサイドから行くのはこれはスコット・プルーエットのようです。ファイアーストーンを履いておりますスコット・プルーエットは現在第9位を走っております。さあ現在22周から23周目に各社がかかろうというところです。エイドリアン・フェナンツがその前です。カーナンバー16番のステファン・ヨハンソンが左側、このマシン手前の線がエイドリアン・フェナンツ、そしてその後はダニー・サリバンです。スコット・クルエットがその後ろでしょうか。広松下、その後は白いマシン、ロベルト・ゲレロが行きます。30周前で1回目ピットやりますから、これ終わってからみんな広松下をご覧いただいております。広松下のクローズアップ、白いマシンはブラジルのロベルト・ゲレロ、その前を行きますのはテオ・ハビです。赤と白のマシンはテオ・ハビ、ヒロさんの方別に何も問題ないみたいです。今ヒロさんのところにいますので、います、ちょっと混戦しております、大変申し訳ございませんでした。これはロベルト・ゲレイロ、ゲレイロがヒロに襲いかかってますね。そうですね、でも逆にヒロもチャンスですよ、前にこれだけありますから、はい、うまくあのトーツ、トーツ、スリップストリームを使ってですね、カーベランスをうまく利用しながら悪い状態から抜け出れば、ヒロも前に追いつきますよこれ、はい、兵庫県の西宮出身のヒロ・マジシタ、関西大震災が起こった時にはすぐパーンと大金を現金として寄与しましたが、その後インディーカーシリーズ1周回るごとにやはり現金を積み立てているんですよね。なるほどね、いいですね、はい、シリーズベストフィニッシュは94年のミシガンの6位が最高です。今年はインディー500マイレース、あの伝統の世界一の大レースに堂々10番グリッド予選10位から出走しまして、表彰台を狙いたいというところまでコツコツと積み上げてきたわけですね。聞いてますよ走り方は。今日も寺田さんと私あのキャッシュアレイに彼を訪ねたんですが、表情もね本当に穏やかな表情で、そうですね、まあ、彼はいつもあのひょうひょうとしてますけどね、淡々としてますが、はい、なかなかあの落ち着いた感じでしたね。私は大変だなと思ったんですが、あのスタート直前にもかかわらずスポンサーの皆さんが激励に訪れて、その一人一人の方に丁寧に挨拶をしてましたね。まあ、あのプロスポーツの選手としてはそういうことが一番大事なことなんですね。はい、ホームストレートです。今はアーリーラインダイクのオンボードのマシンのカメラを捉えておきました。これはアーリーラインダイクです。3番手ですね。はい、そうですね、このアーリーラインダイクは3番、もうこれがホンダエンジンのスコット・グッドイヤー、失礼しました。もう 3,4 周でトップあたりピットインがあるんじゃないですか。そうですね、まあ、ホンダエンジンの場合はだいたい40周近くまで持つんではなかろうかと、うん、チーフメカの浅香さん、西田さんもおっしゃっておりましたが、まあ、これはあのインディーも一つの大きな燃費の競争がありますから。そうです、そうです、できるだけやっぱり燃費よく走れればですね、いい結果に結びつくわけですよね。燃費
ということになりますと、ホンダのエンジンというのは燃費はですね、かなり定評のあると思うんですよね。これはあのマネジメントシステムが問題なんですね、はい、ですからいいマネジメントシステムを組めば、あのいい燃費につながるということですね。はい、まあ、大体30周ぐらいをめどにピットインをする車が続々と出てくるのではないでしょうか。この放送はアメリカインディアナポリスから衛星生中継でお伝えしております。1995 Indy 500. I hope you enjoy this Indy 500 in Japan.